人上化の系統樹、トマス・ヘンリー・ハクスリーが進化について述べた、自然における人間の位置の口へ。類人猿と人の骨格を比較している。類人猿は、人に似た形態を持つ大型と中型の霊長類を、指す、通称名である。人の類縁であり、高度な知能を有し、社会的な生活を営んでいる。類人猿は、生物学的な分類名称ではないが、 生物の分類上都合が良いので霊長類学などで使われている。一般的には人類以外の人浄化に属する種を指すが、分岐分類学を受け入れている生物学者が類人猿といった場合、人を含める場合がある。人を含める場合、類人猿は人浄化に相当する。テナガ猿を含めた現象類人猿では、おは失われている。類人猿には、 原生の次の動物が含まれる。大型類人猿のうち、ゴリラ、チンパンジー、ボノボはアフリカ類人猿と呼ばれる。オランウータンはアジア類人猿と呼ばれる。アジア類人猿で原生するのはオランウータンだけであるが、全滅種のギガントピテクスなども含まれる。以前の分類では、オランウータン科にはオランウータン族、ゴリラ族、チンパンジー族を含めた。しかし、 DNA の進化分析を考慮した新しい分類では、オランウータン化はオランウータンのみとなり、ゴリラ属、チンパンジー属はヒト科に分類される。さらに、オランウータンもヒト科に含めると考え、ヒトジョウカはテナガザル科とヒト科に、ヒト科はオランウータン赤とヒト赤に、ヒト赤はゴリラ属とヒト属に、ヒト属はチンパンジーア属とヒトア属に分類するのが一般的となり、 この学説が正しければ、オランウータン化は消滅することになる。大型類人猿のオランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボは野生で、絶滅の危機に瀕しており、理由としては、生成熟が遅いこと、森林伐採などによる生息地の減少や分断、密漁が大型類人猿の減少の原因である。ありがとうございます。